は寒いですね、しかし、ね、寒い冷えておりますよ。世の中いいとこだよね。初めて来てます。本当、ね、なんかちょっと大人のイメージかからなかった。なんかフランスの人がすごい多いみたいなんだよ、ここに。え、そうなんだ。確かに知らなかった。ちょいちょい外国人が撮ってますよね。外国人が最も多く住む日本の地域はやっぱり東京がぶっちぎりの1位で55万人以上。東京の中でも人気なのは神楽坂のある新宿区。人口の 20% は外国人なんだって。今日は日本が好きすぎて、うん、日本に住んじゃった外国人を見つけていきたいと思います。うん、おー。この番組は日本人なのに日本語上手ですねと褒められるゆうちゃんと、近年の若者言葉に絶句しているあれちゃん、半年でマイナス6キロのダイエットに成功したゆりちゃんでお届けするよ。早速神楽坂で外国人を探そう。いたあ、でもなんか韓国っぽいな。韓国。はーい。はい。あ、ネシミチ。え、買いに行って。ハロー、日々 OK。 あ、日本語喋れるんですか。あ、ちょっとだけね。日本に住んでますか。はい、カナダ人。カナダ、ノルウェー人、ドイツ人、ドイツ人ですね。わー。東京工業大学で機械工学を勉強している4人組に日本について聞いてみました。 I love how like they're very orderly, for example, waiting for the train and stuff. You know, they line up. It's super like, and, you know, it's clean. Everything seems to work perfectly, you know, kind of like gears. And the respect. Yeah, because people are very respectful. And polite. Yeah, and polite. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hey, すごい珍しいね。日本では結構あるんだけどさ、こんな東京のさ、神楽坂でさ、こうやって代金はこの中に入れてくださいって言って、みんな盗まないの、これ。すごい、言わない。これ何、すごい、カラオケスナックてかないとこないね。何も空手。何、空手とかってさ、外国の人好きそうじゃない。え、絶対やるでしょ。絶対いるっしょ。ちょっと行ってみる。これどっから入るの。どっから入るの。ここに入るの。こっちかな。違う、それはなんかちょっと違うよ。ここかな。これ、あ、そこに多分レゴチューそこに。こっちだな。え、なんかえ、めっちゃ見たりしたらどうしよう。神楽坂から出かかる。え、入る。失礼します。反対だと。そんな入っちゃうの、簡単に。失礼します。こんにちは。あ、すいません。すいません、すいません、失礼します。あ、いいですか、入ってます。失礼します。失礼します。すいません、たまたま歩いてたら見つけたんですけど、はい、なんか ここに通ってる外国人とかの人っていますか。いますよ、はい、いるんですか。はい、今います。会いたいです。探してるんですけども、はい、もう少ししたら来ると思う。ああ、ラッキー、はい、え、待ってもいいですか。我々、いいですよ。しかし、あの、はい、先生とかですかね。あ、そうです、はい。あの、外国の方来るまでにちょっと、はい、あの、空手ってどういうものか、なんかちょっと簡単でいいですけど、見せてもらってもいいですか。いいですよ。どんなものか、はい、はい、ちょっと着替えはありますか。あ、教えて、あ、教えてくれる。体験できるんですか。体験させてくれるんですか。はい、ということで、外国人の生徒さんを待っている間に急遽空手を教わっちゃいます。で、今度前蹴りやってますね。膝を曲げて足を前に出します。1、おい、めっちゃ上がるやん。おー、大丈夫かーみたいな。かっこよかったけど、今ゴキってなったけど大丈夫。2人とも体錆びついちゃってるね。ダメだこりゃ。一緒にやるじゃん。ちょっとやってみて。筋肉痛いから超痛いよ。よし。あれ？ちょっと待って。ちょうどトニーが来ました。彼が外国人。こんにちは。トニーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
オス。オス。Where are you from? Me? I'm from Bulgaria. Bulgaria? Bulgaria じゃない。ブルガリアだよ。訳して。ブルガリ？ Bulgaria。明治ブルガリアヨーグルトってある。ああ。ブルガリア。ブルガリア。そういう。日本に来て何年目ですか？一番最初に来たのは2週間だけのホームステイで、はい、全部の滞在合わせれば、まあ、大体6年ぐらい日本に。かわいい、はいはい、空手の、ね、練習一緒に教えてあげてたんで一緒に手伝って。おっす。あ、教えてます。着替えてきます。え、かわいくね。ちょっとなんか目がハートになってるよ。かわいくね。かわいいよね。かわいいよね。かわいい。かわいい。あ、絶対モテそうやな。日本で絶対モテそうやな。ブルガリア人のアントニウスさん、通称トニー、極真空手神楽坂道場の生徒さんです。その腕前は、おー、音は全然違うじゃん。音が、うわー、頑張れトニー、いけー、わー、素晴らしい、すごい。この空手はどれぐらいやられてるんですか？そうですね、5年ぐらい、まあ、日本の武道を学びたいと思って、やっぱ打撃が多いっていうのと、あの実践できているところがあって、それが好きです。まあ、藤本先生はすごく優しくて、でもあの生徒のことを大事に思ってくださってる先生です。実は今住んでいる家も藤本先生がいなければ住ませていただけなかったし、いろんな、まあ、トラブルとか、まあ、私生活の面で、うんうん、まあ、主にその家を見つけるのが大変で、もう外国人って聞くだけで返したくないんですよ。はい、同じ。わかる。超大変だった。そう、いろんな、もう物件もあって全部で外国人ダメダメダメ。すぐあのオーナーさんが言って、やっぱりまあ外国人が様々な問題を起こしたり、日本人のルールを守らなかったりするのは確かに事実なんですけど、まあ、すみんながみんなってわけじゃなくて、うもうちょっとですね、その人と会って一回、まあ、その人間性見て、うん、その上で判断した方がいいんではないかなと。そうですね。でそのところに、まあ、ちょうど藤本先生に助けていただいたのは、はい、うん、こちら の, あの子供の同情生の一人のお父さんが不動産やってて、あ、その仲介で賃貸マンション紹介していただいて、うん、先生のおかげで今では道場の近くに引っ越して、多い時には週3で実践的な技を教えてもらってるんだって。目指すは黒帯。トニーさんがね、どんな生活をしてるか我々見たいんですけど。え、ちょっと待って、家待ってできるんですか？あ、もう別に大丈夫です。え、そうなの？お、なかなか3人の可愛い女の子たちが来ることがないので。そんなことポリ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 。この後意外な住まいに3人驚愕。あれ、あれ、お、え、女性がいる。こっちですか？こっちです。早速トニー君の住むアパートに連れて行ってもらいます。大丈夫。東京で唯一まだ芸者が見られる場所は神楽坂だけだと思います。あ、そうなんだ。なんか私すごい詳しい、やっぱここに住んでるから詳しいね。いやいや、いろんな人から教えてもらったので。え、しかしなんで神楽坂に住もうと思ったんですか？道場が近いからとか。それが一つの理由で、もう一つは2年半前に大学卒業して、はい、大学院は早稲田を買ったんですよ。おお。で早稲田がちょうど、今住んでる家の近くなので、うん、家賃がちょっと高いけど。家賃高いの？いくらいくら？いくらって聞くの？まあ、23平米で。23平米で狭い割に、まあ、8万円ぐらい。あ、高いな。高い、高い、高い。真ん中だから。だって隠れ中だからね。よく通ってる店とかありますか、ここ？あ、ちょうどあの、あそこに餃子の店あるんですけど。え、餃子の店？餃子か。いつもあの空手の帰りにここ寄って、はい、冷凍餃子買って焼いたりします。こんばんは。はい、こんばんは。あ、やっぱりやっぱりよく来られるんですか？はい、そうです、よく来られます。はい、日本で食べた餃子の中で本当にここ一番ですから、すごく好きなんですよ。はい、こちら冷凍餃子。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、そこ、そうそう。え、あれ、なんかお邪魔します。お邪魔します。どうぞ。
お邪魔します。この後、トリー君の美人彼女をお披露目。かわいい。彼女のさやです。彼女いる。あ、カメラがある。かわいい。どうぞどうぞ。すいません、どうも。あ、すいません、なんか急にお邪魔して。いや、全然大丈夫です。ごめんなさいね、本当に。かわいい。一緒に行くんだ。よく一緒にご飯作ったりします。今日ちなみに何かある？あれがある。あれ、あれって鍋に入ってる。あ、ブルガリア料理。そうそうそう。 OKOK、作ってくれるんですか？本当に？あの餃子だけじゃなくて作ってる？両方お出ししますので、どうぞくつろいください。なんか急にさ、上がり込んで、しかもご飯まで食うってどういうこと？すごいね。ちょっと開けてもいいですか？うん、大体どうぞ。いいですか？すいません、失礼します。あったえ、しかしこれは日本のものではありませんか？これは、まあそうですね、一応明治という会社が作ってるんですけど、もともとブルガリアの金っていうのを日本に輸入して、うん、でこちらの環境で育って明治ブルガリアヨーグルトがヨーグルトを出してるんですけど、1970年に大阪万博があったのはご存知ですか？それまではもう全部日本のヨーグルトがゼリーみたいなものだったんですよ。全然ヨーグルトの味がしなくて、で初めてその時に明治の代表がブルガリアのブースでヨーグルト食べて、あ、うまいなって思って、ブルガリアと実際に提携し始めて、このブルガリア明治ヨーグルトが生まれました。アロエとヨーグルトの組み合わせは確か日本で生まれたと思うんですけど、私一番好きです。それクッキングを、はい、お願いします。あ、うんうん確かさ、トニー天才だよ。なんで？あの、ちょっと聞いたらもうドワって書いてくる。料理も最近これが出来上がったので。隣人が、すごい。ちょっと待って、かわいい。勝手にさ、上がり込んでさ、なんか何やってんの今。なんかえ、お二人の料理だよね、多分。これお二人が食べる料理だったけど、あ、結構量があるので大丈夫です。おー、そう、これは皮まで。すごい素敵スペアミントのようなブルガリアにしかない ハーブチューブレツァっていうものが入っています。カバルマ。カバルマ、カバルマ、いただきます。どうぞ。うん、私はね、イタリアに思い出すね、ちょっとお母さんの料理と似てる気がする。家庭料理ですね。ロールキャベツっぽい。あ、こうかも。がする。うん、めっちゃレルヤで。うん、うん、美味しいですか？素敵。なんか2人がブルガリアと日本人じゃないですか、はい、こう付き合ってて、はい、なんか困ったこととか、これがちょっとなんか合わないなみたいな思うこととかってありますか？あ、トニーはすごい日本のことにすごい詳しいから、私は結構ダブルベッドでふかふかのダブルベッドでなんか広々と寝るのがすごい好きなんですけど、うん、なんかトニーはなんか西川の布団でなんか湯たんぽを入れて寝る。いや、ちょっと待って。なんかでもさ、どっちが日本人なのか。どっちが日本人なの？どっちでしょ今逆に私がすごい日本文化を今一緒に勉強してますみたいな。いや、まあなんでしょう、その私もすごい好きなのが、あの彼女がもうすごいやっぱり海外についての異文化理解とか、うん、そういうのもあって、英語も上手だし、親とコミュニケーション取ると決まった困らないから、それまあ家族から見てでっかいですね、かもしれないです、ね、愛の力が大きいから。何でもいいんだよ。日本でこういう夢があるとかってあったりする？今茶帯ですので、まず黒帯習得することが一つのスポーツ上の目的であって、うん、で他にもやっぱりブルガリア人そんなに日本にいないから、できるだけ自分の国の PR とか、あの日本とブルガリアの、国際関係の架け橋になれるような活動を続けたいと思います。素晴らしい。なんか彼女さんもやっぱなんか
すごい安心だよね。なんか守ってくれそうだよね。なんかこう。そうですね。心強いですね。一緒にいて勉強になりますし。ありがたい、そう言ってくる。本当はこっち、こっちの方がずっと勉強してる。もうなんか、こっちがさ、なんか、にやけてまうねんけど。なんか何人とかそういう風にもう見てないんだよ、多分お互いに。ないですね、こう何人とか日本人とか外国人っていう風な関係ではないと思う。そうだね。ということで、好きって気持ちさえあれば、文化も恋人も境界線なしってことだね。